M-60-107mm 野砲、サンクトペテルブルクの軍事博物館1940年型 107mm 手段砲とは、1940年にソビート連邦が開発した手段砲兵向け可能砲である。赤軍の手段砲兵に配備されていた野砲は、ロシア帝国時代の1900年に M1976.2mm 野砲が採用されて、 以来7 6 2ト、mm、ルしかし、第一次世界大戦以降の火砲の急速な発展により、7 6 2ト、mm、ル砲では、射程距離や火力の面において陳腐化するであろうと考えた。赤軍は1937年により大口径の新型師団野砲の開発を行うことを決定した。当初は9 5ト、mm、ル砲も試験されていたがより、 大口径の野砲が要求されたため、M1910-107mm カノン砲や、その改良型である、M1910-30-107mm カノン砲と同じ 107mm 砲弾を使用することが決定した。これによって開発された新型の砲身を、M-10-152mm 榴弾砲の砲画に搭載させたのが、M-60-107mm 野砲である。 この砲は1940年に採用された。蒸気のように本来は、師団の砲兵部隊に配備する予定であった、M、M-60 野砲であるが、M-10 榴弾砲と同じ砲がを採用したために、同様の短所も抱え込むことになってしまった。砲がの構造が複雑すぎるために、コストが重み整備にも手間がかかる上、師団砲兵で運用するには、重量課題なために運用が制限された。 このような欠点があったため、ナチスドイツの侵攻により、大祖国戦争が始まった1941年には、製造が打ち切られた。大祖国戦争開始後、M-60 野砲は対戦車砲旅団に配備された。1943年に、軍団司令部直轄の砲兵連隊が編成されると、残存の M-60 や M1910、30カノン砲とともに、 ml-2152mm 榴弾砲や a-19122mm カノン砲と並行して配備された。対戦車戦闘任務においては a-19122mm カノン砲と比較すると威力に劣ったが軽量でまだ扱いやすかった。しかし、1944年に固定式薬卿を採用して連射速度が速くより軽量な BS-300mm 砲が開発されると M-60 は完全に存在意義を失った。ドイツ軍も少数を旅客して 10.7cm K353 の識別名称を付けたが元々の数が極端に少ないためあまり活躍することはなかった。ソ連軍ではこの砲を最後に 107mm 砲弾とこれを使用する火砲の生産を終了したため海外。 供与も行われることはなく、残存法は、サンクトペテルブルクの軍事博物館にのみ保管、展示されている。ありがとうございます。